はい、こんにちは、KTEN です。今回は完全無料で使用できるオーサリングソフト、マルチ AVCHD についてインストール方法を解説していきます。はい、ではですね、こちらの画面を見てもらって、マルチ AVCHD の前にオーサリングとは何かっていうと、こちらは私の YouTube のサイトになるんですけど、はい、その中にですね、過去の動画でこちらの題名で書いているように、 無料と有料のオーサリングソフトの違い。オーサリングソフトについて初心者向けに内容を解説しています。オーサリングソフトがわからないという方はですね、こちらを参考にしてもらえればと思います。はい、今回のマルチ AVCHD についてなんですけど、こちらですね、私のブログの記事になるんですけど、この記事の中に、ここにオーサリングとライティングってあります。こちらの項目をクリックしてもらうとですね、たくさん記事があって、 ずっとこちらも下げていってですね、2番目のところをクリックすると、ここですね、マルチ AVCHD の使い方、第1回目ってあります。はい、今回今私が使用しているパソコン環境ですね、Windows 11の OS になってます。この Windows 11の OS に対して、今回インストール方法を解説していきます。今からインストール作業を始めていくんですけど、初心者向けに説明すると、 重要なポイントが何点かあります。まずそのことをですね、先に解説しておきます。こちらの記事ですね、ずっと下に下げていくと、ここですね、一つ目の重要なポイントとして、二つのパターンがあるっていうふうに書いています。これどういったことかっていうと、マルチ AVCHD の場合はですね、本体だけをインストールしても正常に動きません。マルチ AVCHD 本体以外に別のソフトをインストールして初めて正常に動作するっていうソフトになってます。その際にインストールする方法として2つのパターンがあると。はい、その2種類のインストール方法についてなんですけど、こちらの画面を見てもらって、1つ目のやり方として、マルチ AVCHD 本体と、その他3つのソフト。こちらは、 合わせて4つのソフトトをインストールすするっていうやりり方になりますその次に2つ目のやり方としてマルチ AVCHD 本体とその他2種類のソフトをインストールする方法こちらは本体合わせて3つのソフトをインストールするっていう形になりますこの1番目でインストールした方法と2番目でインストールした方法基本的にどちらを使用しても ブルーレイも DVD も作成できます。また、こちらのマルチ a v c h d については非常に古いソフトになります。最新バージョンが2012年になります。ですので、現在2021年の12月下旬になります。ほぼ10年ぐらい前のソフトっていうことになります。なので、最新の Windows 11の OS に対して正常に動作するか、 正常にインストールできるかはですね皆さんのパソコン環境によって結果はですね異なってくるかと思いますですのでそのことを踏まえて自己責任においてインストール作業を行うか自分で判断していただきたいとはいではですねインストール作業を行っていくんですけど今回はこちらの2番目のやり方ソフト3つをインストールするやり方になりますこちらで説明していきます こちらのブログ画面においてはですね、後で YouTube の概要欄にリンクを貼っておきます。こちらのマルチ AVCHD。このリンク先をクリックすると。はい、そうするとこのような画面が表示されて、こちら見てもらうと2012年の4月になってます。最新バージョンが2012年の4月に作成されたプログラムになります。こちらダウンロードって書かれたところ、これをクリックします。 はい。そうするとですね、左下、ダウンロードされているのがわかるかと思います。はい。このようにですね、ダウンロードできたら、このページ閉じておきます。はい。ではですね、その次、こちらのアーバーシンス260、こちらをクリックすると。なら、このようなページが開くんで、ずっと下げていって、ここにですね、一番下ですね、アーバーシンス 260exe っていう文字があるかと思います。こちらをクリックすると。 はい。そうすると、ちょっと時間がかかったりするんですけど、左下ですね、ダウンロードされたのが確認できるかと思います。ダウンロードできたら、この画面閉じておきます。はい。ではですね、その次、こちらの K-Lite Codic Pack、こちらをクリックすると。はい。そうすると、このような画面が開いてですね、この右の方を見てもらうと、ダウンロードベーシックって書いてあります。このベーシックになっているのを確認して、こちらをクリックすると。 そうするとですね、下の方にサーバー1、サーバー2、サーバー3ってあります。まあ、どれでもいいんですけど、今回サーバー1にしておきます。こちらをクリックすると。はい、そうすると左下、K-Lite を Codic Pack がダウンロードできているかと思います。この画面閉じておきます。はい、これでですね、今回必要なソフトをダウンロードすることができたと。 こちらの画面も閉じておきます。ではエクスプローラー開きますダウンロード先を開くとそうするとこのように3つのソフトがあるんで1つずつインストールしていきますまずはマルチ AVCHD 本体ダブルクリックするとそうするとこのような画面表示されるんでそのまま NEXT をクリックするとはい次の画面が表示されて使用許諾に関する内容だと思います 左下のアイグリー、こちらにチェックを入れると。チェックを入れて右下の NEXT をクリックすると。次の画面も規定値のままで NEXT をクリックすると。インストール先も規定値のままで右下のインストールをクリックすると。はい、そうするとインストールできたと。この完了画面においてはですね、このチェック2つを外しておきます。 右下の OK をクリックすると。もう一度 OK をクリックします。ではその次ですね。こちらのアーバーシンス。こちらをダブルクリックすると。はい。そうすると、この画面が表示されて、ジャパニーズになっているのを確認して OK をクリックすると。ジャパニーズになってない場合は変更すると。はい。次のですね、ライセンス契約に関しては、必要であれば読んでおくと。そのまま右下の同意する。 これをククリックするとで。次のコンポーネントを選択してください。これは規定値のままですね。そのまま次へをクリックすると。インストール場所についても規定値のまま右下のインストールをクリックすると。はい、そうするとですね、インストールが完了したって書いてあります。インストール完了、インストールに成功したって書いてあります。 はい。この状態であれば問題ないので、次をクリックすると。完了をクリックすると。では、最後にこちらの K-Lite Codic Pack、ダブルクリックすると。はい。最初にですね、この画面が表示されたらですね、ノーマルのままですね、右下の NEXT をクリックすると。その次の画面ですね、大きくします。プレイヤー名がですね、再生するソフトの部分ですね、 今 Windows Media Player になっているんですけど、私のパソコン環境においては Power DVD が入っているので、Power DVD という指定もできます。その他皆さんが使用しているパソコン環境において、フリーソフトの DVD 再生ソフトを使っているとか、フリーソフトの Blu-ray プレイヤーを使っているとか、そういった場合ですね、ここで変更することはできます。 で、わからない方はですね、ここですね、Windows Media Player のままにしておけばよいかと思います。今回ですね、Windows Media Player のままにしておきます。そのまま NEXT をクリックすると。はい、その次のこちらの画面ですね。ここですね、非常に難しいと思うんで、そのままですね、NEXT をクリックすると。はい、その次の画面ですね、こちらの画面においてはですね、そのまま NEXT をクリックすればよいかと思います。この下のところにですね、 自分が搭載しているグラフィックスカードの名前が出ているかと思います。搭載していない場合は表示されないかと思います。NEXT をクリックすると。はい、その次の画面においてはですね、一番上のところですね、ここがですね、ジャパニーズになっているのを確認すると。ジャパニーズになっているんであれば、そのまま NEXT をクリックすると。その次のオーディオに関する設定部分は、そのままですね、規定値のまま NEXT をクリックすると。 はい、その次の画面ですね。真ん中のアクセプトをクリックすると。で、今設定した内容がですね、表示されて、右下にインストールってあるんで、こちらをクリックすると。はい、そうするとですね、完了画面が表示されるんで、フィニッシュをクリックすると。ならまたですね、このページ開くんですけど、こちらの画面閉じておくと。はい、これでですね、インストール作業は完了したと。 ではいそうするとですねこのようなメッセージが表示されるんですけどまあ内容的にはですね、えー、寄付して機能を拡張してくださいっていうような内容になってますまあこれ気にせずにそのまま OK をクリックすると私のパソコン環境においては Windows 11でもですねこのように正常に起動することができたと。 では実際に動画ファイルを読み込んでみます。こちらのですね、動画ファイル、これをドラッグすると。はい、そうするとですね、今ここにですね、読み込まれているのが確認できるかと思います。ダブルクリックするとですね、このような画面が表示されて、いろいろと設定ができると。まあ今回は閉じておきます。で、ここで一つ初心者向きに重要なポイントなんですけど、このマルチ AVCHD については、 基本的に英語表記のままま進めていきます例えばこの画面上の項目どこでもいいんですけど例えばこちらをクリックするとそうするとこのように英語表記になってますその他のボタンをクリックしてもこのように英語表記になってますこちらも一緒このようにですね全て英語表記でですね操作していくっていう形になります で、どうしてもですね、英語表記が苦手っていう方はですね、今回インストールしたバージョンは4.1-771のになってます。これ以外のバージョンでですね、有志の方がですね、日本語化パッチを作成している場合があるので、日本語表記にしたい場合は、そういった日本語化パッチを探して当ててあげれば日本語表記になります。ただし、この 4.1-771の,のバージョンは現在日本国家パッチはなかったかと思いますこの詳しい使い方についてはですね来年以降機会があればですね解説動画を作っていきますはい今回のですねマルチ AVCHD についてのインストール方法は以上になりますまたチャンネル登録よろしくお願いいたします